太陽風太陽風は太陽から吹き出す極めて高温で電離した粒子のことである。これと同様の現象はほとんどの構成に見られ恒星風と呼ばれる。なお、太陽風の家電粒子が存在する領域は太陽圏と呼ばれ、それと恒星間領域の境界はヘリオポーズと呼ばれる。太陽の表面にはコロナと呼ばれる100万度以上の密度の低い薄い大気がある。 このような超高音では、気体が電子とイオンに電離したプラズマ状態になっており、太陽の重力でも、このコロナガスをつなぎ止めることができず、イオンや電子が放出される。放出された電気を帯びた粒子が、太陽風と呼ばれる。毎秒100万トンもの質量が、太陽から放射されている。この流れが、地球の高天軌道に達するときの速さは、 約300秒速 900km、平均約秒速 450km であり、温度は1 0 6 k に達することもある。地球磁場に影響を与え、オーロラの発生の原因の一つとなっている。高速の太陽風は、コロナホールや太陽フレアに伴って放出されていると考えられている。太陽風の存在は、1958年にユージン、友人ニューマン・パーカーが提唱し、 太陽風の名称も彼によって提案された。初の直接観測は1962年打ち上げの金星探査機マリナー2号によって行われた。太陽系には、系外からの銀河宇宙放射線が流入しているが、その量は太陽風を伴う太陽活動と相関があり、太陽活動極大期に銀河宇宙線量は最小になり、太陽活動極小期に 銀河宇宙線量は最大になる。これは太陽風が太陽系外から流入する銀河宇宙線をブロックするためと考えられている。銀河宇宙線のエネルギーは強大で、ほぼ真空の宇宙空間を飛翔する岩石結晶には銀河宇宙線による細かい傷が見られる。太陽風によって銀河宇宙線の地球に対する影響が抑えられている部分がある。 米国のボイジャー探査機においては太陽系を離れるにつれて次第に強い銀が宇宙船が検出されている。太陽に接近して尾ができた彗星において尾が常に太陽と反対方向に伸びるのも彗星表面から蒸発した物質が太陽風によって吹き流されるのがその一因である。太陽風は水素イオンが95%を占めており残りは ヘリウムとその同位体等の様々なイオン及び電子となっている。月などの大気や時期のない天体表面にはそれらが堆積している。特に各融合燃料として有望なヘリウム3が月面に豊富に堆積していることが確認されており、その利用が月開発の目標の一つとなっている。ありがとうございます。